血が出すぎている。体を温めないと。かけられたコートのぬくもりと強烈な甘い香りに、ん、もう気絶しそうだった。それに本当にこの子はとにかく可愛い。君は寒くないの？寒いさ、外は吹雪だぞ。だがやはり人は呼んでこよう。そのままじゃ本当に死んでしまう。え、大丈夫？あれ、その足両方とも折れてるぞ。大怪我の直後で痛みが飛んでいたのもそろそろ切れてくる頃だ。すぐに意識を保つのも難しくなるだろう。死にたくなければ動かず待ってろ。救急車は私が呼んでやる。ではさようなら。命は大切にな。全身が焼けるみたいだ。あ、意識が消える。だけど待って！バカか君は。本当に死ぬぞ。さっき君のことをかぐや姫だと思ったんだ。月からの使者が来た時、かぐや姫を大切に思っていながら帝も大きなも戦うことすらしなかったんだ。だけど二度と会えないと分かっているなら戦って追いかけて取り戻すべきだったんだ。たとえ死ぬことになろうとも。本当に好きなら僕は君が好きです。君とはついさっき出会って、僕は名前さえ知らないけれど、だからこそ僕と付き合ってくれませんか？いいだろう。私と結婚してくれるなら付き合ってあげる。